じゃあビジネスを、始めたきっかけから、はい、ちょっと僕から話ですか。あ、お願いします。はい、もともとアパレルを18からやってたんですよ。はい、で大阪の方で、で売り上げもナンバーワンのお店でいて、僕も結構販売員として頑張ってたんですよ。売り上げも結構良くて、でも結構修正が厳しかった。修正が厳しいでポストがないってことが分かってきて、で何か副収入を取らないといけないと、まあ、月収20万円なかったんで結婚できないんですから、で家族も養えない。23歳の時にすごい危機感を感じて、まあ、それで本を買ったんですよ。10冊ぐらい買ってたんですけど、その時になんかいろいろ学べて、でもその時何もスタートしなかったんですよ。はい、ずっと正社員やってて、でスタートするにはもうやめなきゃいけない。正社員やっててやっぱ何かするって難しいじゃないですか。だから僕は正社員をすぐ辞めて、で大阪から、まあ、埼玉県に引っ越して、そこからフリーター生活を始めたんですよ。でもう本当に人脈ゼロで、まあ、コネもないと。でもアルバイトできるし派遣もできるし、まあ、別に仕事に困る人はないと思ったんで、だから僕は辞めていったんですよ、埼玉県で。僕はアルバイトをしながらビジネスをスタートしたんです。ビジネスをスタートしたきっかけはサラリーマンの時の収入が少なくて将来が不安だったからっていう、まあ、よくあるところ。だ僕がそのやっぱ行動できたのは、まあ、その23歳の時にも捨てるものがなかったし、まあ、失うものもないし、まあ、すごくこう今動かないことの方がリスクだと。多くの人はこう動くことがリスクですけど、僕は動かないことがリスクだと思ったから、まあ、親の反対とか会社の反対っていうのを押し切って動けた。そこが多分良かったと思うんですよね。きっかけなんですか。僕ですか。はい僕はもうずっと逆に料理人をやっていまして、飲食関係。飲食関係です。はい、まあ、飲食関係の中でも、まあ、その厨房の中のキッチンで、完全にキッチンで、まあ、その21ぐらいの時から、まあ、その就職、まあ、築地の和食で最初働いてたんですけど、はい、でその後に、まあ、六本木フレンチで働いて、まあ、六本木フレンチ、はいはいはい、で本当にこう1日18時間ぐらい働いて、で、まあ、給料は10万とか。え1日18時間働いて給料10万とか。ブラック企業まあそう、まあ、料理の世界で大体もうそうなる、そういう感じなんですけど。立派じゃないです、はい、まあ、もうちょっとお金もらえるだけありがたいと思いみたいな、暗黙の了解みたいなのがあるので。弟子じゃないですけどね、なんかお金もらえるだけありがたいみたいな。サラリーマンじゃないですか。サラリーマンではないような感じです、割的には。はいはい、まあ、そんな感じでやっていまして、でもその時にそこの上の人、シェフの人、はい、憧れのシェフの人がいたんですけども、まあ、その人とどんどん仲良くなって、まあ、僕もそのうちフランスに行って、なんかこう三つ星レストランで働いても帰ってきてみたいな、はい、こう思い描いてたんですけども、まあ、まさにそれやってる人が、うん、うちのシェフだったんですけども。あ、すごいですね。海外に行って、そうで日本帰ってきた。はいはい、まさに僕が描いていたところのもう最終段階ぐらいのところの方だったんで、まあ、いろいろ根掘り葉掘りいろいろ聞いて、まあ、給料のこととか、まあ、その独立した仲間のこととかっていうのもいろいろ聞いて、で、まあ、その僕ももともとちょっと成功したいという野望があったんで、あ、はい、もともとで、まあ、ちょっと料理人じゃなかなか厳しいなと思いまして、で、まあ、どっちにしろ、まあ、成功する料理人さんっていう、多分30代とかじゃ絶対無理だと思うんですよ。はいはい、時間かかりますよね。時間かかるんで、はいはい、まあ、こう体制したとしても、まあ、40代50代ぐらいにまあ腹開いて、うん、はい、こうわーっていっぱい全部展開してとかってやれば、多分お金持ちとか成功っていうものになると思うんですけど、まあ、それがなかなか難しいっていうのにちょっと気づきまして、うん、でそこからその、ま、10代 の、 バイトしてたラーメン屋さんの時の社長にたまたま店舗拡大するから戻ってきてくれと。ああ、そこ繋がったんですね。そうですね。10代の頃の。そうそうそう。はい、でそこでまあ結構
いい、まあ、給料とか、まあ、将来像みたいなのをこうビジョンを見せていただいたので、これだったら、まあ、学歴のない僕でも行けると行き早めに上のラインに行けるということで、まあ、そこで一気にその職人っていう転職をつけるっていうようなことじゃなくて、シフトからシフトして、そのどっちかというとまあ稼ぐっていう方にシフトしていったと。で、まあ、そこでもまあ一応こういろいろこう店長とかになって、まあ、頑張るんですけども、うんうん、そこからまあがむしゃらにお金を出かけて、すごいですね、店長になって。でどうでした店長。まあでもやっぱり働く時間は長い、あ、長いっすよね、っていうのは変わらず、確かに給料は上がったけども、なんか働く時間はやっぱり多い。飲食は長いイメージあります。基本長いんでただ別にそれ普通のことだったんで、僕としては。あ、1日18時間ぐらい働く普通のことだったんで、別にその給料が上がれば何でもいいなっていうふうに思ったんですけど、まあ、ただ結局その、あの時間が、お金があっても時間がないみたいな、よく言うぐらいになってしまったんで、はい、そこでまあインターネットでじゃあ副業とか、最初で不動産投資とか株式投資とかっていうのに手を出してきて、はいはい、でそこでまあネット上でいろいろポチポチやってる時に、そのインターネットビジネスで稼いでる人たちを見て、そこでわーっと思って出会っちゃったんですか。で出会っちゃって、はいはい、でこれだと。あ、僕の基準値では年収1000から3000万ぐらいしか見えてなかったけども、あ、はい、世の中には1億稼ぐ人もいるのかな。数千万の世界から奥の世界を見ちゃったんです、はい、奥の世界もあるのだと。あ、若くていけると今の時代は。確かに。っていうのをこう見て、そこで影響を受けて、僕も同じように仕事しながらっていうのは多分無理だと思ったので、思い切って辞めてバイトに転校して自分でビジネスを始めたっていう感じですね。で結構飲食店が長くて、飲食の世界にどっぷり使ってて、そこから、まあ、出会ってビジネスの話で、そこで辞めたわけですね。そう、でも一気に辞めて、その結果出てなかったですよね、ビジネス。結果出てなかったです。ビジネス結果出てなかったけども、可能性に気づいて辞めたと。そうですね。アルバイト、アルバイト戻ってビジネスコースと、で今ではそのアルバイトも辞めて、はい、まあ一応独立したってことですね。そうですね、はい、すごいですよね。その結局僕もそうなんですけど、結果出てなかったけど辞めるっていう、そうですね、これ多分今いろんな人会ってるじゃないですか、はいはい、でも結構少ない。そうですね、結構で今でもやっぱアドバイスの結果出てから辞めればいいんじゃないですかってアドバイスしますけど、そうです、ね、やっぱ遅いですよ、そういった結果出てなくても辞めるっていうよりも、辞めるから結果出るんだっていう思考じゃないですか。そうですね、それは本当に思いますね、つくづく。これってノウハウとじゃなくて、原理原則のワープワッシュだと思うんですよ。何か捨てないといけないと思うんですよ。何か捨てないと入ってこないじゃないですか。で結局そこに対してね、動ける人っていうのはやっぱり自分を信じてる人もし、やっぱりなんかこう絶対成功するんだっていう思いがあると思うんですね。それが大事ですよね。今回の中身としてビジネスを始めるきっかけ、そうですね、でもやっぱり僕もそうで、結局サラリーマン喧嘩を感じたし、まあ、大島さんもサラリーマン喧嘩を感じた、そうですね、わけですよね、はい、まあ、共通で一緒ですよね。やっぱりサラリーマンからの起業ですよね。もともと大きな起業のビジョンがあったわけじゃないじゃないですか。そうですね、やってて不満とかがあって、はい、まあ、起業いいなみたいな、そういう世界あるんだみたいな。サラリーマン時代も多分毎日同じことの繰り返しっていうのとか、あとはその頑張っても報われないっていう部分で、多分みんな思ってるとは思うんですけども、なかなか踏み出せないっていう方が。結局ルーチンワークだからこそ、それ慣れちゃうと逃れられない。そうですね、で不満とかがあっても、もうその恐怖っていうんですか、もうやめたら食っていけないんじゃないかっていうところですよね。で僕思うんですけど、やっぱアルバイトはできるんで、アルバイトできるし、派遣があるし、もう正社員無理でもいいんじゃないかと思うんですよ、企業を目指すんだれば。だから本当そこは本当勇気を持って辞めれる人だけが成功する。辞めずに成功できる人もいるかもしれないですけど、それ甘いと思うし、実際やっぱりプロとプロとのビジネスってプロとプロじゃないですか。プロに勝つにはやっぱり生半可な覚悟じゃ勝てないと思うので、僕はその可能性があるビジネスの世界っていうのもあるし、日本にはいっぱいだったらもうやっぱり
今の安定を捨ててでも飛び込んでみて、でライフラインっていうのはアルバイトとか時給制で稼げるから、とりあえず飛び込んでほしいなっていう思いがやっぱあります。意外とこうなんとかなるもんですからね。なんとかなるじゃないですか。やめて、はい、20万ぐらい稼げるじゃないですか、はい、15万ぐらいでいいですよね。15万で十分です。15万ぐらい稼げますからね。でそれをやりながら絶対空き時間もあるんで、それでビジネスをやっていくと、まずその正社員とか安定化に、まず逃げるというか逃げるというか出る覚悟が大事かと。そうです。だからスピードよく独立できたと思うし、はい、今後も落ちるはずがないので上がり続けるビジネスで絶対っていう感じで、まあ今回ビジネスの始めたきっかけがきっかけですね、まあ、きっかけの、まあ、話これで終わりましょうか。はい、ありがとうございました。